こんにちは、鉄棒ライン工でございます。上から失礼いたします。本日は東京トワイライトです。なぜこのようなことになっているのか、いつもと趣向を変えお届けいたします。東京トワイライト楽曲の制作風景です。懐かしい感じのディストーションサウンド。クルーザーをチャーターし、撮影を敢行。東京湾のトワイライトタイムを狙い、出航します。船外ではライフジャケット着用が義務付けられております。私のほか、友人の牧村と釣り人カメラマン、そしてアシスタントさん、4名で挑戦しております。他の艦船を視認、手を振り敵味方を識別します。反応なし、砲撃用意。揺れる船首に立つのに難儀します。船が通るたび波が立ち揺れる。リップシンクを撮影し、残りの時間で夜景ショットを撮ります。海から眺める東京の夜景はとても美しかった。この夜景を次は空から撮影します。映像作家、ソゲンチャの出番です。 iPhone での空撮が困難なため、彼を頼ります。バンコク行きをキャンセルしてもらい、招集。これはボツカットとなったトップガンシーンです。いいよいいよ。横浜の夕焼けがとても綺麗でした。実際に飛行するヘリコ、振動、映り込み等懸念があります。つけてほしいけど、まあでも照らしがあるから多分消しますね。技術担当牧村と打ち合わせをするソゲンチャ。プロペラ
後ろが結構低めなので、ぜひあの後ろには絶対行かないように、怖いね、アテンドさせていただくので、登場前ブリーフィング歩くようにお願いいたします。はい、万が一というのさあフライトの時間です。離陸、横浜から20分で都心です。東京タワーまであっという間です。機内は暖かく快適ですが、振動と音がすごい。サプライズでヘリコでのプロポーズを予定している方、一度乗ってみることを強くお勧めします。スカイツリーを旋回し横浜へ戻ります。丘の上にあるヘリポートへ接近、着陸します。都会のシティライツは消え、国道沿いのラブホテルの明かりが見える。素晴らしいフライトをありがとう。その記念撮影をしてもらいました。素敵な映像を撮ってくれた釣り人氏、ソメンちゃん、牧村、彼らに感謝するとともに、40歳のおっさんの誕生日動画に付き合わされる40歳のおっさんたち、絶望いたします。おっさんに囲まれて幸せってわけね、ルパン。藤子ちゃん、その通りだよ。そして後日、友人にハンバーグをご馳走になりました。とても美味しかったです。そして親友、留守の間家を守ってくれていた絶剣殿にも感謝。被害状況を確認しましょう。壁ガリガリ剤、畳ホリホリ剤、判決馬肉チップの刑、どうぞ。
ですね。そんな感じで本日の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。昼間だと片ドアを外してフライトできるそうです。